ベロオリゾンテのイタウの支店ナタールのウニバンコの支店、イタウウニバンコホールディングは、ブラジルのサンパウロに本社を置く銀行グループである。2008年に、イタウとウニバンコの合併により、イタウウニバンコホールディングが誕生。株主資本450億レアルという強固な資本に、加え、その高い収益性、資産の流動性、キャッシュ喪失力。 リスクマネジメントが評価され、金融機関としては、南半球で最大、世界でも上位10位以内の時価総額を誇る。ブラジルにおいては、リテール事業の11%を握り、また、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイにも支店網を保有している。また、ニューヨーク、ロンドン、リスボンにも事業所を設けている。日本国内おいては、2004年に、 東京駐在事務所から東京支店に昇格した。これはブラジルの民間銀行としては初となる金融庁から銀行免許許可を受けたものである。2006年12月にはバネスパ銀行東京支店より預金、送金業務を譲り受けした。これにより顧客ベースを拡大した。バンコイタウエスセアーの設立は1945年に遡る。 イタウは1960年代から1970年代にかけて次々と合併を繰り返した。1979年、ニューヨークには海外出張所ブエノスアイレスにブラジル国外の初の支店を設けた。合併は1980年代も継続され、ブラジルの中小銀行のトータに一役買っている。1984年にはニューヨーク出張所が 支店に昇格した。1990年代にも、イタウの事業拡大の勢いは止まることなく、1995年には、クレディリオネグループから BFB を獲得し、プライベートバンキング分野に参入を開始した。また、1994年には、イタウヨーロッパ、イタウアルゼンチン、イタウバンクを子会社として設立させた。1997年には、 ルクセンブルクの銀行を買収し、現在は、いたうヨーロッパルクセンブルクとして機能している。加えて、1998年には、アルゼンチンのバンコデルブエンエアを買収した。同時に、この時期には、ATM を含むシステム投資を重点的に行い、かつ、従業員の半分を削減する経営の小売化も、言っている。2006年には、バンクオブアメリカの子会社である、 ボストン銀行のブラジルシテムを買収した。ボストン銀行は1947年からブラジルにおいての業務を営んでいたが、この買収により、ブラジルからボストン銀行の名前は消滅した。また、同時に、ボストン銀行が保有していたウルグアイとチリにおける業務も引き継いだ。2008年11月2日、ブラジルにおける民間銀行業界、 第3位のウニバンコとの合併を発表し、社名をイタウニバンコに解消した。2009年2月、ブラジル中央銀行はこの合併を承認した。2009年8月22日、イタウニバンコと保険会社のポルトセグロとの業務協定を結んだと発表した。この業務協定の目的は住宅及び自動車保険の分野での業務協定であり、 豊富な顧客層を持ついたウニ番この顧客にポルトセグロの保険を提供することを目的としたものである。2014年3月4日、日本でのリテール業務から撤退し、顧客にブラジル銀行への移管案内をした。2016年9月、日本からの支店撤退の意向を表明し、2020年2月28日に日本での銀行業を廃止した。ありがとうございます。